さあ始まりました将棋場チャンネルということで、今回見ていくのは朝日杯第14回朝日杯の決勝戦ですね。いやついに来ました、藤井聡太二冠対三浦弘行九段ということで、先手が藤井二冠ですね、後手が三浦九段ということで、早速やっていきましょう。決勝戦ですね。いやー、藤井二冠の準決勝も大逆転、渡辺名人のね相手に大逆転ということでしたけども、決勝戦どうなっていくのかということで、早速並べていきたいと思います。先方は横歩取りということで始まっていきます。いやー、これがねすごいですね。なかなかもう藤井二冠、もう横歩取りってあまり刺さなかったんですけども、もう全然最近は本当に何でも刺す感じですよね。さあさあさあ、ここで角を交換して3三角と、三浦九段がね仕掛けてきましたね。これはおそらく研究してきたんでしょうね。さあそれに対して2八飛車と、まあ、これ本譜言ったら2一と行くとね、もういきなりもう殴り合いなんですけどこういうね、こういう殴り合いになってくるんですが、まあ、これね同金と取るとこれは後手が作戦成功なんですが、まあ、そうさせないために本譜戻りまして2八飛車と引いておけば、まあ、こう来てもね同金と、これはね飛車の紐がついているので取れますよということですね。まあ、なので、まあ、まあ古い定石古い定石はだから、これ一発入れて2八これ、ね、2八飛車と引かせないよっていうのはあったんですけど、まあまあそれは置いといて本譜並べていきますね。本譜は3三角と打っておいて2八飛車と引いておきましたね。いや、穏やかに進むんですが、ここで一発2七歩と叩いておきます。もちろんこれを取ればやはり角をねズバッとやってくるんで、もちろんこの2七歩は取れませんということで、本譜は5八飛車とね中央に振ってきました。さあそれに対して7四歩と、これは桂馬を活用するんですけど、王様がね4一にずれているので、こう威力だとねここ9五角と打たれると王手飛車取りとなるんですが、王様を寄っているので7四歩がつけるということですね。さあそれに対して飛車先の5六歩と伸ばしていく。さあ陣形の整備にして一発8七歩と押さえていきました。さあこれに対して8五飛車と一つね浮いて、次のこの2五飛車の転換を見せつつということですね。さあそれに備えて3八金と先に回って2筋を受けていく。さあ5一金と寄って後手は囲いがほぼほぼ出来上がる。さあ目障りな歩を払う2七金、金がそっぽに行くようではあるんですけども、やはりこの歩を取るのが急所と見たでしょうかね。さあさあさあ、桂馬を跳ねて後手はね陣形が固いままでね、このまま攻めていけるということで、先手はちょっとね駒が離れているので、まあまあまあこれをどういうふうにまとめていくのかということで、まあ、歩を得してますよっていうのがちょっと主張ではあります。さあ3六金とぐいぐいとね右の金を乗せていって、これでも飛車周りは完全に防がれてるし、逆にこっちの飛車も回ることはできますよということですね。さあ5四歩と、さあ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 どうやっていくのか。さあここで一発2八飛車と揺さぶりをかけていく。さあ2二銀とね上がって飛車のね侵入を防ぐわけですが、いやこれで銀をね中央に繰り出していくと、なかなか激しい展開ですよこれは。さあここで一発7五歩と突っかけてくる。さあ4六金構わずね中央に寄せていって、さあ取り込んできた。さあこれをどうするということがすごい、3六歩とねもうやってこいって言ってですねなかなか本当に、まあじゃあ後手が好きにやってごらんということなんで、桂を跳ねてくると、いやこれをどうやって受けていくのかということですが、さあ3七桂と、いやこれはすごいですね。
さあさあさあ、こう強い手、まあ、一発2六歩と押さえてきましたね。これはね、あの同飛車と取るとあのこの桂馬がねいるので、まあ、一例ですけど、こういう、まあ、同桂同桂となった時にここでね割り打ちができますよっていう、こういう歩ですね。なので本譜戻りまして、この2六歩はなかなか取りにくいぞということで、本譜は5五歩とついていきましたね。角道をまず止めていきましたね。さあそれに対して3八歩といやらしくね、まあ、手裏剣の歩打ってきますね。これなかなかやらしいですよ。これはこれは狙い筋としては、次に3九あまあ例えば取った時に3九歩成として同銀に5七桂成というね、歩の手筋を使ってここの地点を弱体化させると、銀の守りをね弱体化させるという手筋なので、この3八歩ですね。なので本譜は6八玉と5七の地点を守りに行きましたね。まあ、ただし王様が戦場に近づくというちょっとデメリットもありますよということで、さあ本譜は5五歩と伸ばしていきましたね。さあそれに対して6六歩と桂馬を催促しに行くということですね。なかなかさあ7七歩なりやってこいよということで、まあ、このあと何もないでしょうというんですが、ここでねじっとね5六歩とねズンとね突き出していくんですよね。これがすごい。これをね仮に桂馬取ったらどうなるのっていうと、まあ、桂馬取ったらまあ3九歩なり同銀に、おそらく一例としてはまあ6六角と出てね、この垂れ歩とこの銀取りを狙っていくという攻めを見越した歩ですね。なのでこの5六歩に対して桂馬を取ることはなかなか難しいのかということで、本譜はこの歩を払って同金とね払っていきましたね。さあここで一発7七歩成ということで、まあ、同桂で取るかなと思ったんですけど、本譜は同銀で取っていきましたね。いやすごいですよこれは。同銀で取ることによって、この最後を同桂馬で取れば、この桂馬が飛車に当たってるんですよね。なのでここで飛車が逃げるので、この瞬間に藤井二冠の手番になるということで、いやこれがね7七歩成に対して、まあ、普通に同桂取るとまあ何事もないんですけど、まあ一例ですけども、この形だとまあこう歩打っておいて、まあ、金引いても寄っても一応こういう桂打ちがあるよということでね、まあ相手からの攻めの手番になってしまうので、本譜はそれを嫌がって同銀と銀桂交換ではあるんですが、この最後の同桂と取った手が飛車に当たるということで、次の藤井出番の次は攻めの番はこっちだぞということで、強くね銀で取っていきましたね。さあそれに対してまずは4五桂と跳ねていきます。これに対しては2四角とね、このラインでね一応大手でかわすということなんですが、ここは桂馬を打ってねがっちりとガードしながら攻めを見据えていきますね。さあさあどうやってまとめていくのか、戦型は互角ではあります。さあ3三桂馬と、ま、駒遊んでた駒をね活用して駒台に桂馬交換しましょうよと言ってきましたね。さあここで一発5二歩、この囲いの弱点はまずここの歩を叩いていくことですね。同金でも同金でもちょっと気持ち悪い。本譜は同金と取ってさらに歩を叩いて、これで拠点を作ることに成功しましたということなんですが、ここでさらに2三歩と叩いていきましたね。いやーこれに対して同銀もあると思うんですが、3一銀と本譜は引いてね、ちょっと壁になるので刺しにくそうなんですけども、まあ、こういう風に刺していきましたね。まあ、もちろん取ってもそんなにかなと思ったんですけど、まあ、一例といたしましては狙いとしては、まあ、3三桂馬もあるんですけど、まあ、仮にこの角がねいなくなれば、例えばこれでいなくなればこの王手のラインがいなくなるんで、こう逃げればこの桂馬がね自由に飛べますよということですね。とはいえこれをね桂馬で取ると、ここ4五桂馬が5三の拠点を押さえているので、まあ、これでまた一安心になってくるかなという、まあ単純に5五角とか打ってもいいですし、まあ、こういう手があるとかと思います。なので本譜はちょっとそれを嫌がったと思います。3一銀と引いてきました。さあそこに対してさらに6五桂馬と二段活用ですね。まあ、この桂馬取られると交換するので、この5三の歩がやはり生命線ということで支えに行きます。さあここで4五桂と取って
って同金と形がね乱されていくんですけれども、割り打ちの桂とね食らっていくんですが、ここで5七玉と強くね上がっていきます。さあ銀を取ってねいくんですが、この成り際は取れないですね。仮に取ると割り打ちがまああるのでね、こう3桂王手飛車取りだ、この3八の歩が生きてきますね。なので本譜はこれに対しては5四桂と攻めていきましたね。これがなんと5二角打ちからの詰めろということですね。まあ仮にまあ6九銀みたいに引っ掛けていくと、これは詰まされてしまいますよと。こういった詰めろ能力はね、藤井二冠早いんでね、めちゃくちゃ優秀なんで。まあ、ここで5三歩から詰みですね。まあ、長くはないか。長くはないけども。一応並べますか。下に逃げれば、まあ、こう取っておいて、同玉に、ここですね、桂馬が効いているので、銀から。これ、どこ逃げても頭、金打ちまでですね。どこに逃げても頭に金打てば詰みと。まあ、一例ではありますけども。あるんですけども、さあそれで5四桂に対して本譜戻ります。本譜は3三金とね逃げ道を作っていきましたね。この手を藤井二冠は読んでなかったと言っておりましたね。さあそこで2六飛車と眠ってる飛車をね走らせて、この角頭を差し違えていこうということなんですが、ここで一発王手5六歩と王手されていく。さあこれに対してね4六玉と逃げたんですけども、ここは藤井二冠もね、まあ、評価値通り、まあ、悪くなったんですけど、逃げ方を間違ったともおっしゃってましたね。これは本人も感触で、まあ1分将棋なんで仕方ないとはいえ、まあこれはねでも3七玉と逃げた形がなかなか王手相手の形からかかりにくいでしょというところもあったんだと思うんですけども、まあ実際はね読んでいくと難しいということだったんですが、ここで4六玉に対してこの4四歩がなかなか痛い激痛になってきましたよね。さあそれに対しても飛車を切っていってねこうやっていくんですけども、これをねもちろんまあ本譜は4五と取ってきた、これをね同金とやってくれればね話は早かったんですけども、これ詰んでいるということなんですが、まあ、同じくねここからですね詰むんですけども、もちろん本譜は4五歩と1回王手が入るということで、でここでね3七逃げたいんですけども、こうね逃げたかったんですけどね、この桂馬を外されてしまうともうズバッとね外されて同飛車とやりたいんですけども、こうやっていくとここで2五桂馬から逆にやられてしまうとこの拠点もちょっといやらしいですもんね。なのでこの5四の桂馬を取られてしまうと後手玉が安全になるし、相手に桂馬を渡すことで危なくなるということで、本譜は5六とまず逃げていきますね。そうすることによってこれはまあ取られたとしても、これはもう飛車でね取っておいて、これは王様を守りと攻めで攻防に効いてくるので、これはよしでしょうということで、本譜はここでね5五金と捨ててきたんですね。ここでちょっと形勢がまた変わってくるということですね。おそらく、まあ、錯覚か何かでしょうけど、この、まあ、5に、まあ、この飛車をね取っておいて次の5四飛車を見せたいんですけど、5に角打ちが積んでるんじゃないのかなというちょっと思いがあったんですよね。もちろん3二と逃げたら積むんですけども、この桂馬もあるしなっておいてね、まあ、ほぼほぼ簡単ではありますが、こうやって足していけば積むんですけど、解説であった通り一度同金と取って同歩成、これも取れば積むんですよ。取れば積むんですけど、こっち逃げて積まないんじゃないのかなっていうのをまあ言ってましたね。ただしこれを1分将棋で見つけるのも相当至難の技で、しかも相手が藤井二冠ということで、読み切れなくてもいやなんかあるんじゃないのかって思わせたんだと思います。ここで本譜の5五金ということでね、これを同玉と取って、まあ、ここでまた、まあ、評価値的にはまああれなんですけど、実戦的にはまだまだ怖いんですけどね、ここからちょっと流れが変わっていきましたね。さあここで4四銀と、これはね安全にこの桂馬5四桂馬を抜いてやろうということですね。なんですが、まあ、同飛車
同金同玉となっていて、さあここでね3三銀と打って、まあ、待望の桂馬は抜いて安全になったかなと思ったんですけども、ここで4四銀とね打ってきましたね。まあ、評価値的に見てください、もうほぼまあ互角からまあやや後手よしにはあるんですけども、この手をね後手の三浦九段はちょっと読んでなくて5二銀を読んでたと。ここ5二銀打ち、こうやって攻められる手をずっと読んでいたということで、ちょっと読みをね外してきたということですね。で本譜の4四銀に対してここで3二銀と上がったことで、これでちょっとね少し抜け出したかなということですね。まあすっとね3四玉と引いておいて4二桂打ちと王手するんですが、するするとね王様が逃げていくんですよ。2五玉と捕まりそうで捕まらないこの藤井二冠の玉、さあ2九飛車と王手するんですが1六玉とね、いやいやこう王様ぐるっと回ってこうですよ一筋に行くなんて誰が思ったかということでね、まあこれでね本譜2一歩と押さえて、まあこれ詰めろなんで、詰めろだったんで、例えばもうこう銀なんか取ってしまうと詰まされてしまいますよと、3一金からね王様を寄せる手筋ですね。簡単に銀を置いて寄って腹金までと、こういう詰めろがかかっていたので、この局面はちょっとね銀を取ったり、まあ攻め駒補充する暇がないということで本譜は2一歩と受けておいたんですけども、ここでさらに3三銀とかぶせていってね、いやーこれでお手上げですね。で本譜はもう首を差し出して4四飛となるんですが、3一金まででここで投了ということですね。いやーこの投了で、まあ、これは投了時間取るしかないんですけど、同じようにね2二角打っておけば、これは同歩に、これ同歩成だと飛車が効いてるんですけど、同銀といけばね、寄って腹金までと。いや、素晴らしいですね。いや、ということで、藤井二冠がもう逆転勝利という準決勝、決勝とね、逆転逆転で優勝ということで、これで3回目ですかね、朝日杯優勝おめでとうございますということでね。いや素晴らしい将棋でしたね。本当に。やっぱり持ち時間の短い将棋、1分将棋ではね、プロでもこういうことがあるということで、我々アマチュアもね、将棋ウォーズなんか、あんな短い持ち時間ではね、もうガンガン逆転あるんでね、最後まで諦めずにね、指していくのが大事だなというのもあるし、いやー、本当に、まあ、AI の評価値だけではね、まあ、コンピューター同士ではこういうの起きないんですけど、まあ、人間ならではの将棋のね、ドラマ、本当に盤上に描く物語といいますか、これは本当に素晴らしい胸躍る展開でしたね。いやー、まだまだこれから将棋界も盛り上がっていけばいいなと思いますので、これからもこういった動画上げていきたいと思いますのでよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。